1964年東京オリンピックの体操金メダリスト早田拓児さんが和歌山県新宮市をスタートしました。和歌山県では今日からの2日間で体操女子のロンドンオリンピック代表田中理恵さんなど合わせて178人のランナーが県内の名所などを巡りながら14の市と町を走ります。生まれて初めてです。私もそうです。70も超えてこんな見えるとは思ってもなかったし県の実行委員会などは沿道での密を避けるためなるべくインターネットのライブ中継などを視聴するよう呼びかけています。